試合の結果をお知らせいたします。第3マット鈴木横田付けの試合は青コーナー金谷中央高校新井陸斗選手のテクニカルフォールでした。ただいまより第3マット55キロの付け赤コーナー春日工業大学鈴木高校菊池優斗選手対青コーナー金谷中央高校斉藤和樹選手の試合を行います。
回戦赤コーナー鶴岡高校対青コーナー明治高校の試合は4対3の赤コーナー鶴岡高校Thank you.
してないけど。